エミール・ルネ・メナールはフランスの画家である。象徴主義の画家にも分類される。パリで生まれた。父親は国立高等装飾美術学校の事務長を務めた画家のルネ・ジョゼフ・メナールで、姉のルイーズも画家となり、ルイーズ・ゴルティア・ブワシエアとして知られる。おじのルイメナールは科学者、文学者である。子供時代から父親を訪れるコローや、 ミレイやバルビゾン派の画家によってもたらされた芸術的環境の中で育った。ポール・ボードリーやウィリアム・アドルフ・ブグロー、アンリラマンに学んだ後、1880年から私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学んだ。象徴的な味わいのある風景画で知られるようになり、1897年に、 ミュンヘン分離派の展覧会やベルギーの美術団体、ダ・リーブル・エステティークの展覧会に出展した。パリの画廊で古典も開いた。1904年にグランド・ショミエール芸術学校の教授に任じられた。1890年代からの写実的な人気画家のグループのバンド・ノワールの一人に数えられて論じられた。1921年にアンディ・マルタンやエドモン・フランソー,ーマンジャンだと、 12人展を開いた。アメリカでも展覧会が開かれ、公共施設の壁画、装飾画の依頼にも応えた。1900年にレジオンドヌール勲章を受訓し、1910年にレジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。